カルビーマーケティング本部、商品一部の塩崎と申します。パッケージデザインから PR まで含めて担当させていただきました。カルビーの開発一部の佐藤です。味作りの方を担当させていただきました。SNS を通してお客様にポテトチップスの何味が食べたいかというところを募集をさせていただきまして、ポテトチップスに合うかどうか、あとは今回の47都道府県の味というところに合ったものというところを踏まえてわさび漬けに決めさせていただきました。わさびの爽やかな香り、あと辛みで、粕漬けのまろやかな風味が特徴だったと思うので、その2つを両立させることにすごくこだわりました。あと見た目としてわさび漬けのようにわさびが点在している部分を表現することを頑張りました。一番のおすすめはそのまま食べていただいて、ポテトチップスとわさび漬けの味の組み合わせを楽しんでいただきたいなと思うんですが、実際にわさび漬けをポテトチップスにつけて食べていただくなんていうのも面白いのかなと思っています。富士山をすごく可愛らしく表現されてるなと思いました。あとこうちょっと傾けるとしというひらがなになっていて、そこもすごいこだわられているんだなと思います。つけやすいこうキャラクターで、非常にデザインの方にもちょっとはめ込みやすかったなと思っております。また弊社の、キャラクターであるポテト坊やと、腕の、傾きだったりこの指をこう立てているところっていうのがですね、非常に似ているなということで、すごくもう相性もいいのかなと、はい、思いました。初めてチャレンジする味でした。わさびの味は今までにも弊社でたくさん出してはいるんですけれど、こうわさび漬けになった時のまろやかさであったり美味しさっていうのは今回だけしか味わえない美味しさなので、ぜひ皆さんに召し上がっていただければと思います。今回すごい中身も美味しく出来上がったと思ってますし、おやつだったりビールのお供だったりというところで、いろんなシーンでこのわさび漬けっていうのを食べていただきたいなと思います。